方の小さな営業所であったこと。20代前半の頃だけど、地方の小さな営業所で OL やってた。私は一人旅が趣味で、ゴールデンウィークやお盆の他に都市に一回有給使って平日に旅行してたんだ。職場の人に、今度はどこ行くの？ってよく聞かれたけど、内緒、お土産楽しみにしててねえ。って言ってた。別に何かを警戒してるとかじゃなくて、行き先を言うと言ったことのある人が、あそこがいい、ここがいい、あそこは見ておけ、とか、やたらアドバイスしてくるのが鬱陶しかったから。で、旅行当日、東北自動車道を走ってて自己渋滞に巻き込まれて停車していた時に、参ったなぁとか思いながら、あちこちキョロキョロしてて、何気にルームミラーから視界に入ったのが、左の車線の2台後の運転席。その時ははっきり確信があったわけじゃないんだけど、同僚男性にすごく似てたんだ。その人、うまく言えないけど、独特の雰囲気を持った人で、良くない意味で、髪型もくせ毛でちょっと変わってたから、目についた。その後、事故処理が終わって走り出した後も、なんとなく気になって注意してたんだけど、一定距離を保ってついてくるんだ。最初は、自意識過剰だよなって思ってたんだけど、やっぱり気持ち悪くて SA に入ってみたら、その車も入ってきて、私とはかなり離れたところに車を止めた。トイレに行くときに目だけ動かして、その車から人が出るの見てたんだけど、出てくる気配がなくて、トイレの後車に戻るときも同じように確認してみたけど、運転席から出てくる気配がない。それでなんとかまかないとと思いつつ、どうしていいのかわからなくて、ようやく考えた作戦が、車を発進させたらその車も発進したので、SA の出口付近で一旦路肩に止めて荷物を確認するふりしたら、その車は止められずに SA を出て行った。その時にも目だけ動かして確認したら、やっぱりその同僚っぽい何だったんだろうと思いつつ、十分ぐらい時間を置いてからスタートして、やれやれと思っていたら、それから1時間ぐらい走った頃に、また後に奴がついてた。もうブルブル震えちゃって怖くて気持ち悪くて、それでちょっと危ないけど、予定外のインター出口のところでギリギリまで走行車線走ってからハンドル切って高速を降りた。その車はそのまま走っていった。有給は3日取ってて、2カ所のホテルを予約してたんだけど、1カ所目はキャンセルしていきなり2カ所目の目的地に行くことにした。高速に乗ったら見つかるような気がして怖くて、地図を広げて、もし次のインターで奴が降りて探したりしたとしてもかわせそうなルートを走ったけど、その時はもう旅行どころじゃなくて、そのまま帰ってくればよかった。有給が終わって出社して、奴の勤務表を見たらキビキ取ってやんの。総勢6人の小さな営業所だったし、女は一人だったから、誰かに相談すべきかどうか迷ったけど、所長のことは信頼してたから、思い切って会ったことをそのまま相談したんだ。そしたら目視だけで証拠はないので、今の時点ではどうしようもないけど、結婚前のお嬢さんに何かあったらいけないから気をつけておくよ、みたいに言ってくれて、翌年退職するまで、できるだけ二人にならないように気をつけてくれた。忘年会とか歓送会での帰りは、所長がさっとタクシー捕まえて返してくれたし。で、それから6年だか7年だか経った頃に、その元同僚、家宅侵入&強姦で逮捕されたんだよね。その時にはもう会社もリストラされてたけど、逮捕の話聞いた時には血の気が引いたよ。